初めて標識が見えました。大山5合目。やっぱ今年は雪が多いんで他の標識が見えなかったですね。多分埋まってて、もう少したら行者谷の分岐があって、でそれ越えたら樹林帯を抜けるのも近いと思います。ここが行者谷分岐ですね。去年とは比べ物にならないほど埋まってます。人がもう完全にすっぽり入るぐらいの穴があります。怖いですね。これ埋まったら出られないですね。とりあえず急登を登り切ったんで、あとちょっとだと思います。9合目Thank you.
はい、ということで天の川も綺麗に撮れましたし、朝日はちょっと見えなかったですけど、その分雲も綺麗で、薄くサンピラーも見れたりしたんで良かったです。じゃあ元の道を、登ってきた道をそのまま下山していきたいと思います。